皆さんこんにちは、ネコバチです。今回はレゴドッツミッキーとミニーの楽しい道具箱41964を紹介したいと思います。対象年齢は6歳以上で669ピースとなっております。出来上がりました。と言ってもまだまだ未完成です。ここからドッツパーツなどを自分好みに組み合わせて、可愛らしくもかっこよくも自分の個性を活かした作品作りができるということですね。もちろんこのままでもシンプルですがとっても可愛いです。ミッキーマウスっていった感じですね。こちらが2段の引き出し小物入れになっていまして、こちらが写真立てですね。そしてこちらがカードスタンドですね。そしてこちら、このままだとシンプルにペラッとあるだけに見えますが、後ろ側、両面テープがついていまして、ワッペンが作れるようになっています。そしてこちらもラケッジタグみたいなキーホルダー作りがこちらで可能です。こちらベースのものを作っているのも楽しかったです。結構四角な直線のものが多いのでピチッとはまる感じが楽しかったです。次の画面でどの袋にどういったドッツパーツが入っていたか紹介いたします。ドッツパーツはこちらになります。それぞれこちらが1の袋に入っていた部分、2の袋、3の袋と入っていました。あとは小分けでこの3種類のパーツが分かれて入っていました。こちらの3種類ですが、こちらの楕円形を半分にしたようなパーツ、四角のパーツ、円を4等分したような扇形の形の3種類のパーツがそれぞれの色で入っているようですね。では先ほどのベースにドッツで飾り付けをしてみたいと思います。こうなりました。カラフルで可愛いですね。後でお見せするんですが、結構タイルパーツ余っていまして、好きな色でもう全部揃えたいとかじゃなければ、だいたい希望通りの模様が作られるんじゃないかなと思います。これは箱のまま同じように模様を、見えないところはちょっと想像なんですが、付
てたんですが、かわいいですね。いろんな模様を試してみたくなります。今回の41964ミッキーとミニーの楽しい道具箱の他にも、41947ミッキー&フレンズブレスレットマルチパックといったものや、41963ミッキーとミニーのワッペンステッチというものがミッキー&フレンズでドッツシリーズでは出ているんですけど、ワッペンのであったりブレスレットのであったり、ちょっとタイルパーツがやっぱり種類が違って、特にブレスレットの方はドナルドやプルートといったキャラクターが増えたりするので、そっちのパーツも合わせてみるのもとっても可愛いと思います。というか箱にあったものを作ろうとするとちょっと模様が違ってまして、多分ブレスレットの方にあったパーツを使っているんですよね。後でこの部分って言うんですけど、このセット内で箱のものを表現しようとするとちょっと違ったものになりました。では一つずつ見ていきたいと思います。ではまずはこちらメモホルダーです。メモホルダー可愛らしいです。ミッキーのお顔のパイカットのお目目も可愛いですし、あとお鼻がちゃんと飛び出してるんですよね。あとこの斜めのお耳が斜めなのがとってもおしゃれで可愛らしいです。模様は横面、上面、こういった感じなのですが、下はシンプルですね。あと、こちらがメモホルダーの部分です。メモを刺してみますと、こうなります。ちょっと大きいんですけど、わかりやすいようにポストカードを挟んでみました。メモの部分は、こうあんまり溝がないので、1枚か2枚ぐらいが、限界かなと思います。しっかり固定してくれます。他にもデザインアイデアはこういったものがあるようです。自分で模様を作るのも楽しいですし、このデザインアイデアを参考にして作るのもとても楽しいと思います。カラフルだったりシンプルだったり、自分で組み立てられるのがやっぱりいいところですよね。続きましてフォトフレームです。今壁に立てかけてある斜めの状態なんですが、こうして一応まっすぐ自立することができます。裏側はこういった感じでシンプルで、フォトフレームでよくあるように斜めに置きたい場合はちょっと後ろに工夫が必要ですね。壁にかけるための何かパーツなども特にありません。壁にかけたいならとここも工夫が必要ですね。こちらもカラフルでとても可愛らしいです。大きいお耳が特徴的ですね。そしてフォトフレームなので写真を飾ることができるのですが、ちょっとちょうどいい写真がなかったので、 L 版、一般的な写真 L 版と書かれた厚紙を用意しました。そうしますとこちら見ていてわかる通り、ちょっとぴったりサイズなんですよね、 L 版に。なのでこのまま入れようとするとちょっと写真が折れてしまうかと思います。ここに挟み込む形にそのまま入れるとなってしまうので、だから写真をちょっと小さめに切ってここに入れ込むのがちょうどいいのではないかなと思います。ちょっとこのまま試しに今入れてみますと、分解した状態で入れてみようとしたのですが、この写真の厚紙、写真と同じ厚さで作ったんですが、ちょっとここにブロックをはめ込むのはまず無理ですね。なのでやっぱり切るほかないかと思います。写真の L 版をそのまま飾りたいなら、なので大切な写真をちょっと切るといったことに抵抗がある方はこのフォトフレームに飾るのは難しいかもしれませんね。一度ほんの少し切ってみてもう一回入れてみたいと思います。切って入れてみました。こちら横も 0.7 ずつ切ったらちょうどいいぐらいになりますね。上と下は切らない方がいいかと思います。ちょっとほんのちょっと 0.5 ぐらい切ってしまったので余っているんですが、この下タイルパーツを1個入れたらストッパーになってちょうど収まるかと思います。
右と左左右は 0.7 ずつ切ってもらって、上下はこちらですね、切らない方が写真がぴったり綺麗に収まるのではないかなと思います。こちらの下にタイルパーツなどのストッパーを入れてあげれば。デザインアイディアはこういった感じですね。この水玉とかちょっとミニーちゃんっぽくて、色をこだわれば結構ミニーちゃんに近くなるのではないでしょうか。ミッキーとミニーのといってもちょっとミニーちゃん要素があまりないので、リボンとかがついているわけじゃないですし、水玉にするとちょっとミニーっぽい感じが増えてとってもいいと思います。続きましてこちら引き出しですね。引き出しも大きな耳やミッキーマークが2段とっても可愛らしいです。このミッキーマークを持って開けるのもいいですし、もちろん両側とかから手を入れて開けるのもいいですが、こちら奥行きが4列、ポッチ分が10列分の小物が入るようになっています。高さもまずまずあって、消しゴムやヘアアクセサリーなどを入れるのにいい感じだと思います。ちなみに下段もこういった感じですね。下段は、6列奥行きが増えます。こういった感じですね。上と下で奥行きのサイズがちょっと変わるだけで、高さや幅は変わらないです。中はこういった感じになってるので、しっかりタイルをはめていれば引き出しもなかなかスムーズに開け閉めすることができます。こちらも大きな耳の引き出し、とっても可愛いです。デザインアイディアはこういった感じですね。どちらもちょっと水玉っぽいような感じのデザインでしょうか。スペースがなかなか大きいので、こちらですね、こちらもですが、結構模様作りが大胆にできるのではないでしょうか。あとこのミッキーの形可愛いですね。続きましてこちら平面チャームのキーホルダーですね。こちらが先ほども言ってた、ちょっとパーツがセットには入ってないものがありまして、ちょっとお手本というか、ここにあったデザインがこちらのものなんですが、まずこちらパーがなくチョキしかなくって、黒いミッキーマークが白しかないんですよね。このミッキーマークもこの指差しのマークがありませんでした。このミッキーマークちょっと向きがおかしいかもですね。ちなみにこのドッツのシリーズは外すのが簡単にこんな感じでできるようになっています。タイルはなかなか手作業で取るのが、手だけじゃ難しいので、このパーツすごい、このパーツというかこのアイテムなかなか間違えた時などに重宝します。平面チャーム可愛いと思います。自分のタグって感じでおしゃれですよね。このリングにこう通して、ここでカチッとはめるっていったおしゃれで可愛らしいです。長い方と短い方とあるんですけど、なかなかこれキーホルダー持ち歩いててもそう簡単には外れないですし、あんまりなくす心配などもないかと思います。このタイルパーツを手作業で、先ほども言いましたが、取るのはなかなか難しくて、これがあったら簡単なんですが、指で取るのはなかなか難しいです。爪を引っ掛けてなんとかって感じでしょうか。デザインアイディアですね、可愛いです。こっちがちょっとミッキーっぽくて、こっちがミニーちゃんっぽいような感じもあり、これも黒のパーツはありませんが、白やこのパーツは入ってましたね。ちょっとスペースが足りない可能性もありますが、自分のイニシャルなどを入れるのも可愛いですね。続きましてこちらはワッペンです。こちらワッペンはワッペンで、ミッキーとミニーのシリーズも売っていて、41963のミッキーとミニーのワッペンステッチというものがあるんですけど、こちらはステッチではなくシールになっています。シールだとペンケースやスマホケースに貼るのがいいかもしれませんね。こちらワッペン両面テープになっていますが、なかなか粘着力は強そうです。この粘着力がなくなっても両面テープで貼ることもできま
ますし、結構しっかりくっつけられそうな感じがします。平面のパーツで、こちらもミッキーのマークがありますが、ところどころにミッキーっぽいタイルが、可愛らしいです。これも箱のものとまんま同じものを作りました。こちらにもアイディアデザインはこちらがありますね。もちろんこれ以外もいろんな模様が作れると思うんですが、このミッキーのマーク可愛いと思います。これすごい私いいなと思いますね。こちらが余っているタイルパーツですね。結構余っているので、もしかしたら全面に貼っても足りるのかもしれません。ちょっとこの後貼ってみたいと思います。このミッキーっぽいのが少し残っているので、ただこのお目目のパーツ、もう一個指があっても嬉しかったかなと思います。両目ができるので、あとドッツというか、このミッキーとミニーのシリーズの作りやすかったところといえば、こうして箱を開けられるところですね。結構しっかりしてますし、パーツがこれで逃げなくて、ここにパーツを、これ今 IKEA のビッグレコをセットしちゃってるんですけど、このままお道具箱みたいに本当にこの上でパーツを選んだりセットすることができるので、この箱すごい役に立ちました。こういう開き方ですね。普段のレゴは横から開けると思うんですけど、これは上にこう開けるようになっています。これすごい作りやすかったです。まとめです。このミッキーとミニーの楽しい道具箱、実用性がもちろん素晴らしいのですが、あとキャラクターものなんですけど、可愛らしくしすぎなくもできるというか、子供っぽくしすぎることにもできるっていうのがとってもいいと思います。もちろんすごいカラフルにしたり可愛くしたりもできるところもとってもいいんですけど、このまま全然リビングになって、リビングとかにあってもおしゃれでとっても可愛いと思います。他のドッツのパーツを組み合わせればもっともっといろんな模様ができると思いますし、シンプルにも可愛らしくもかっこよくもできるところがやっぱりドッツのいいところじゃないかなと思います。実用性があるところが本当にいいと思います。ミッキーとミニーっぽいタイルパーツもとっても可愛いですね。この他のミッキーとミニーのシリーズも合わせて作ってみたくなります。レゴドッツミッキーとミニーの楽しい道具箱41964でした。また違う動画で他のレゴセットについても紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ありがとうございました。おまけです。全面にタイルパーツをくっつけることもなんとかできました。この引き出しの耳のとこだけはちょっと足りなかったんですけど、これだけ全部本当にもうあんまり考えずにバーってつけたんですけど、くっつけて余った一つのタイルピースはこの2つだけでした。なのでちょっと模様を組み合わせて作りたい場合はやっぱり他のセットと足すのがいいと思います。あんまり考えなくつけると目がチカチカします。以上です。ありがとうございました。